今年で1520年、日清戦争とは。領土問題をめぐり対立が深まる日本と中国。そんな中、中国政府やメディアが今から120年前に起きた日清戦争に頻繁に触れています。これは日本と清と呼ばれていた中国が朝鮮半島の支配をめぐり争った戦争。日本は東アジア進出を目論むロシアに対抗するために朝鮮への進出を考え、朝鮮を属国とみなしていた清と対立しました。1894年、朝鮮南部で起きた甲午農民戦争をきっかけに両国は朝鮮半島に派兵し、戦争が勃発。翌年3月に清は降伏し、下関での講和に応じました。その内容は大きく3つ。まずは朝鮮の独立容認。これは日本の朝鮮進出を事実上認めるものです。次にリャオトン半島などの割譲。しかしこれは後にロシアなどによる三国干渉を呼び、新たな火種となりました。最後に2億テールという莫大な賠償金の支払い。これは当時の日本政府のおよそ3年分の収入にあたります。ではこの戦争は両国に何をもたらしたのでしょうか。戦勝国の日本が大陸進出の足がかりを手に入れた一方で、中国は日本をモデルとした近代化を進め始めます。1900年初頭には中国から日本へ2万人から3万人が留学しました。日本を見習った近代化政策は第二次世界大戦後も続き、中国の GDP を世界第2位まで押し上げる原動力となったのです。